自由な権利を勝ち取るみたいな。とにかく。なるほどなるほど。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。いただきます。いただきます。なんか回ってる時に飲むの久しぶりだね。なんか今日はマリエさんに来ていただいて、わーい。いろんな話をめっちゃ楽しみにしてたんですよ。なんかいろんな話聞けるなって。いや私なんかが恐縮です。いや僕全然こう女友達が少ないので、こうこの前紹介してもらってノースウィッチでやったの知った時に。うん、はい、ああやっぱいるんだな、面白い女性の方いっぱい。出版社やりながらノースベッチって女性の本ってほとんど出したことなかったから。そうですね、だから絵本はあるんだけど、はい、あと今一冊なんかコロナの期間にその制作チーム増えたことでやってるのは、うん、増えたんですか制作チーム。そうそう、増やし C 社とか飲食だけじゃなくて、まあ、出版とかいろいろやってて、コロナの時期どうしても営業ができなくて仕事を作んなきゃっていうんで、うんうん、じゃあ例えばお店だったら自粛期間中とかお客さん来ないから、うん、じゃあその代わりになんか別のことをやって生き延びようみたいな感じで、はい、本作ったことない人でもそれを教えて、うん、本作り方を教えて、うん、一緒に作れば、そこで仕事が生まれるじゃないですか、うん、でも結果それでじゃあ女性はだからこそ作れる女性の本みたいなのがあるんじゃないかみたいな感じで、うん、いろんな本に挑戦していったりとか、うんうんうん、それによって結果すごいチャンスが広がったというか。まあでも最終的にはとは言っても悪ノリがそっからノーススタイルの悪い始まって、まあひどいノリの女性の本としてこれありなのかどうなのかってわからないけど、まずそういうようなできたんですか。今ね仮本まで作って、で多分年内ぐらいに出版になるかなっていう。でもあれですか、コロナ中は一人も社員クビにせず。そうっすね、クビっていうのはいないかな。まあ、出てく人はいたりとか、うん、そう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 。それでももうチームみんな嬉しいんじゃないですか。いやー、まあ、でもまあ辞めた人の中で一人、うん、まあでもそれはコロナ関係なくっていうので去っていった人はいるけれども、まあ、当時はでもその時は結構スイッチ入って社内で、うちお店がなんか20客近くあるからやばいぞっていう、うん、で緊急事態宣言になってからもう本当にお客さん全く営業自体できなくなるみたいな状況の中で、さあどうするかっていう時に結構社内でミーティングをして、うん、でその時にどうするっていう話になったんですよね。とりあえず自粛して、うん、まあ、家でおとなしく過ごすっていうのも手だし、うん、それともなんか今できることをやるかっていうこともいろいろしたら、まあ、社内で一致したのは、まあ、おそらくこっからもどんどん、まあ、当時いつまで続くっていうのが分からなかったから、このまま何ヶ月も続いてったらどんどんお店とか会社とか潰れてっちゃうなっていう、うん、でじゃ あ, まあ 99% 潰れちゃってもその 1% に残れるような動きをしようっていうんで、うん、もう仕事なければ作ればいいみたいな感じで、結構そう、そっからそのおかげで今すごいなんかやれることなので、まあ、今回はこのインタビューとかも YouTube 始めたりとか、はい、新しくホームページ作るとかなんやっていうのもそこから始まったような、ホームページなりそういう YouTube なんかを作るとそこに仕事が生まれるじゃないですか、うん、っていうんでなんか始まった。うちもこの機会にオンラインのもうちょっと B2C にリーチングできるようにちょっとリニューアルしたりとか、それももう自分たちでやろうみたいな、うん、全部自分たちでやるからこそやっぱ愛着も湧いたし、すごい変な言い方で不安な日々も続いたけどいい期間だったなって思って、うん、私ニュースとか見ててレポーターが町の子供たちに学校行けなくてかわいそうだねみたいな、学校行きたいみたいな、行きたいみたいな、ね、あるじゃないですか、うんうん、あれ本当に見てるのが辛くて、絶対行きたくないって思ってる子供の方が多いはずなんですよ。うんうんうん、私の経験上、うんうんね、羨ましくてしょうがないですもん。もう学校に行かなくていい経験を主張できる、その権限のある子供たちが羨ましすぎて、実際に私の友達の子供とかに、あったねとか言って言ったら、マジ行きたくない学校とか言ってやっぱ言うし、うん、私はそっち派だったんですよ、子供の時。うちの子供も学校再開ってなったら、いやでしょ、マジかーって言ってた。いや、やっぱそういう子も映さないとと思ったんだけど、うんうん、無理なんだろうなと思いながら、まあね、まあ、子供にとっても新しい、私はどっちかというともう全てホームスクールで教えるべきだと思ってる派なので、うん、こうなったことも全ていい方向に、もうそれこそそういう業界に行ったから事情はいろいろ分かっちゃうんじゃないですか。
例えば、うん、NHK のニュースとかで子供が、うん、うわーもうコロナ終わりか学校最悪とかって言ってる絵を個人的な感じで言うと、うん、ほのぼのするじゃないですか、うん、コロナが終わって、うん、なんかがっかりする小学生とかが天を仰いでるみたいなのは、うん、そういうのあってもいいなと思いますけどね。いや本当ダメなんでしょう、ね、ダメですね。ダメですね。ただでもそれが芸能人やってるからワイドショーだったりニュースの裏側が分かるっていうのとは多分違うと思うんですよ。知っちゃったからやめたんだと思うし、まあ、別にやめたって言ってないんですけど、うん、人間何かをやめたなんていう必要ないと思ってるので、うん、広告以外には私はそれなりにこう自分の気づいたことを自分で表現したいと思ってなので、うん、自分の行きたい方向に自然とすごいスポンテニアスに今があるっていうか、うん、結構今回その辺の話とかもじっくり聞かせてもらいたいな。なんかそもそものスタートからうちなんか自伝中心の出版社的なコンセプトでやってるんですけど、まあ、そもそも生い立ちから遡ってこうお伺いできればなと思ったんですけど、そもそもどんな子供だったんですか。どこで生まれて東京で生まれて5人家族の一番末っ子ですね。3姉妹の一番下でキャラの濃い2人の姉に囲まれて東京で育つんですけど、うちの父はアイルトン・セナで F1 レースで、うん、彼の日本のマネージメントしたりとか。そうなんだ。今のアイルトン・セナっていうあの DVD とかも出てるんですけど、うん、うちの父が普通に横に映ってたりするんですよ。面白い。その F1 の世界でずっとあのオイルを売ったり。ああそれでか。そうですよね、オイルの会社。 F1 レーサーの育成だったりとか普通かセナの。すげえ。日本に住まれてたんですか。日本でもほとんどワールドワイドにその頃は F1 追いかけてたんで、うん、追いかけていかなきゃいけないんで、うん、半分の1ぐらいしか日本にはいなかったですね。ああそうなんですね。テレビとかで知ってるイメージというか印象でいうと、すっごいお嬢様というか、はい、いわゆるセレブっていうそういう売り出しでしたよね。そうですそうです。事務所がセレドルっていうセレブなアイドルみたいな略してセレドル。まあ、確かじゃあそういう生活だったんですね、幼少期。いやでも、もっと他にすごい人周りにいましたから。あまあでもね。いや隣の家とかさ一緒にいる人たちみたいな、だから孫正義さんだったり、桜井翔くんのところだったりもそうだし、あとは、それこそ国の方たちの。あ、じゃあそういう高級住宅街みたいな。姉だったら、我々の行ってた学校が、まあ、慶応だったりとか、精神だったりとか。したんで、旅行を振り返ったら麻生大臣の娘だったりとか、うんうん、すっげえ家住んでんなみたいな、そんなもううちからしたら。ああそうなんだ。だからあんまりその自分が金持ちだとかは、あともうバブル崩壊してたんで、うん、姉二人はギリギリいい感じに育ったんですけど、うん、私の時にはもう借金が親にはあったんで、ずっと家で金の喧嘩してるから貧乏だと思ってたんですよ。ああそうなんだ。親二人が一緒に経営してたんで、うん、うちの母の方がお金の方の計算、うち父の方がもっとなんかこうリベラルにいろんなことアイデア出すみたいなカップルで、うん、あそうなんだ。だからもう家に帰ってきたら、あこんな予算もないのになんとかなんとか、あそこにこんなお金返さなきゃいけないのにみたいなやってるから、あうちお金ないんだみたいな、思うじゃないですか子供。まあでもね、住んでる家とか場所とか考えたら、そうね。いやーでもだって俺なんて埼玉で生まれたから、はい、ない人ほんとなかったですからね。マジここで住んでんのみたいな人たちと結構いっぱいいたんで、何にも気づかなかったですね。それで言うと頭悪かったんでしょうね。でその小学校中学校でデビューが、デビューモデルになったの11歳とか。え11歳ってモデルとかになれる年なんですか。スターダストって事務所に入って雑誌っていうよりも子供雑誌、うん、ディズニーの雑誌とか、うん、あとは仲良しっていう漫画のこう最初のカラーページにグッズと一緒に出たりとか、うん、そういうことしながら、でそこからあれよあれよという間にタレント業みたいな、新人アイドルみたいなのをやってます。きっかけはそのなる、うちの姉がもともとモデルをしてて、何でもこう妹なので真似したくなるじゃないですか、うんうんうん、その一環で街で声かけられてやります、うん、へー。どうだったんですか、もう急にその世界に入って。なんかもともと夢がなかったんで、一切、うん、もう11歳ないっすね。いやでも周りの子たちは、まあ、中学になったりとかしても、うん、私歌手になりたいとか、あります、医者になりたいとか、えみんなありましたよ、なんかアイドルになりたいとか。へえ。特にそういうタレント事務所に通ってる女の子たちと一緒にいたから、もしかしたらみんなそういう夢があったのかもしれない。
なるほどね。住むエリアによって結構子供って違うのかもしれない。違うと思うわ。俺のいた日本の小学校とか多分クラスの男子8割は将来の夢ビックリマンシールコンプリートとかそんな感じだった気がする。そう、私その夢がないとダメみたいなので育ったんで、自分でどっかこう後ろめたいというか、周りの子は夢があるのにどうしよう、とにかく有名になんないと、有名になったらもしかしたら自分でやりたいことが見つかるとか、有名になったらとりあえず認められてその時にできたお金で何か始めようとか、とにかくこう有名になるってことがその時の自由な権利を勝ち取るみたいな、とにかく。なるほどなるほど。母親だったりとか父親だったら医者か弁護士か公務員か、あとは証券会社で働くか、そういうことに行き着きなさいっていうタイプだったんで、それ無理だなと。でじゃあとにかくじゃあ有名になったら何かそこから始まるんじゃないかっていうところで自分に拍車かけてやったっていう感じです。でもすごいですよね、まず有名になるのがポイントだなみたいな、自分でその時からなんか抑えのここだなみたいなの掴んでたってこと。抑えのそこだったんですかね。今のところ後悔してますけど、そうなんですか。でも最終的にこういうことをやりたいとかこうなりたいとかっていう時に、まあ押さえるのこれだなってあるじゃないですか。これをやる時にポイントはここ、壁となるのはここだなとか、はい、これさえクリアすればなんとでもなるみたいなのでやっぱあると思うんですけど、でも11歳の段階でそういうふうに考えたってことですよね。いや、考えたのは一番考えたのは18ですね。高校卒業すると同時に今の事務所なんですけどからタレントを本腰入れてやってみるか、あるか、まあ、今まで通りの契約でゆっくりやるか、イコールモデルとしてやってるとそんなにプッシュはしてくれないけど7割もらえるよと。当時のタレントって普通給料制なんですよ。あ、そうなんだ。で、何があっても払うと。だけどそのプッシュの仕方はギャランティーの制度でやるという時とは全然違うので、いっぱいこの子にストーリー作ってどうやって売っていくかってところまでやってくれる。そこをやるか、それとも今まで通りやって大学に行くのか、まあ、モデルやりながら学生続けてみたいな感じか、どうするって言われて、契約5年です。当時は私行きたい大学がもうその時ニューヨークのパーソンズに行くって決めてたので、いやー5年パーソンズにはいくらでも行けるけど、いつでも、もしかしたら40歳になってからでも行けるかもしれないと思ったけど、今のこの芸能っていう面での1こう来たチャンス、契約するっていうところに対してのどうしようかなってすごい悩んで、もうその頃にうちの姉がボロボロになってたんで、モデルとか有名になりたいっていうのを目指してたら体も心もボロボロになっちゃったっていうのを目の前にしてたんで、姉って一番上なんですけど、怖いなと思って、この業界特に女性の方だったりとかって、あの有名になるっていうことに対してももちろん中毒性があるし、有名になってからも中毒性があるなと思ってて、どっちにしてもこれ人間壊れるなけど、5年だけじゃあやってみよう、せっかく声かけられたチャンスだから5年だけやってみたって23じゃんと思って、そっからまたパーソンズ行ったっていいんだから、その時考えよう。ただもしやるって決めたら成功してもしなくても5年で1回やめるって決めてた。Never gave in. Challenging the world's greatest soccer player, a pro Muay Thai fighter, a legendary world boxing champion. Always in their field, recording all losses and a lot of injuries. After dropping out from an elite career, he launched his publishing company, North Village, and has been releasing multiple best selling titles. In addition, he now operates more than 30 hookah lounges around the world, including Machu Picchu. Always following his selfishness to the extreme, he's made all his dreams into a reality. He is a samurai pirate and the captain of North
legend known as Mr. Waruagami! Yohei Itazaka! Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.